はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は私がおすすめするアクセサリー屋さんをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで私がおすすめするアクセサリー屋さんの話なんですけど、最近本当にいいお店を見つけてしまって、私愛知県に住んでるので名古屋の地下のユニモールっていうところに入ってるお店なんですけど、ラティスってお店があるんですね。そこにアクセサリーがバーっていっぱいあるんですけど、私ちなみに今高校生なんでピアスの穴が開けれなくっていつもイヤリングをしているんですけど、結構イヤリングをどこで買ってますかとか聞かれることが多くて、今まではなんか通販とかいろいろ探って探ってちょっといいものがあったら買ってたりしてたんですけど、なかなか店舗で実物を見て買うっていうのがなくって、あ、これ可愛いなと思っても大体ピアスだったりとかするんですけど、そのラティスってお店はイヤリングがすごくたくさん置いてあって、めちゃくちゃ種類が豊富なんですね。でしかも1個300円っていう、もう破格の値段でゲットすることができます。で今回はそこでたくさんイヤリングを買ってきたので皆さんにご紹介したいと思います。はい、でもうすうす感づいてるかなと思うんですけど、このイヤリングもラティスで300円でした。本当に300円に見えないクオリティですよね。すっごい可愛いんですよ全部。しかもこれに関してはもう一つ一回りぐらいかな小さめのイヤリングもついていて、これで324円、税込みで324円で買いました。もうめちゃくちゃ安くないですか。本当にイヤリング留めるところがちょっと変わっていてこんな感じになっているんですけど、個人差あると思うんですけど全然私はそんなに痛みは感じないかなと思います。でちなみにこれシルバーもあって、どっちにしようかなって悩んだんですけど、私はゴールドにしました。でも今思えば300円だしシルバーも買っておけばよかったなとすごく後悔しています。ではこっちのちっちゃい方もつけていきます。ちっちゃい方はこんな感じになります。このちっちゃいのもちっちゃいのですごく可愛いです。やっぱりゴールドのフープのイヤリングってめちゃくちゃ使えるし、これをつけるだけで一気になんか大人っぽくなるし、すごく私はフープイヤリングが好きで愛用しています。そのフープイヤリング大きさ違いで2個ついて320円っていうのにすごくびっくりしています。本当に作りも結構しっかりしていてそんなチャッチくないのですごくおすすめです。はい、続いてはこちらです。これもゴールドのフープのイヤリングになるんですけど、これはちょっとデザインが変わっていて、なんかちょっとフープが重なっていたりだとか、ちょっとここにワンポイントがあったりするやつです。これもすっごく可愛くって、しかも結構存在感があるので、なんかそのシンプルなお洋服の時とかにこれを1個つけるだけで結構そのインパクトがあるし、これが大ぶりなイヤリングになるのですごく顔が小さく見えるかなと思います。はい、続いてこちらです。これもね、なんか似たようなフープのイヤリングなんですけど、ちょっとなんかここが棒になっていて、結構縦に長いイヤリングになってます。で、これはよくあるようなイヤリングの形になってます。はい、これもとても可愛いです。なんかちょっと重そうに見えるかなと思うんですけど、そんなに重くなくって、つけていても全然大丈夫かなっていう感じです。これもなんかちょっと服がシンプルな時とか、アクセントが欲しいなっていう時に、つけれそうな感じのイヤリングになってます。結構どんな服でも合わせやすいかなと思います。はい、続いてはこちらになります。これはクリスマスメイクの時にしていたイヤリングになるんですけど、ファーの部分が青くってすごく可愛いです。でこのイヤリングはこのファーの部分が白とか、あと何色だったかな、結構いろんな色があったんですけど、私はちょっとアクセント欲しいなと思って青色をチョイスしました。最近こういうターコイズみたいなちょっと深めの青すごく流行っているような気がします。しかもファーだし冬に使えるようなイヤリングかなと思います。はい、続いてはこのイヤリングです。これは結構デカめのイヤリングになっていて、なんかちょっと白でまとめてあるトーンのイヤリングになってます。最近こういうデザインのイヤリング結構流行ってると思うんですけど、結構このイヤリングインパクトがあって、私存在感があるイヤリングが好きなのでこれはすごく可愛いなと思います。はい、こんな感じで、これも何色か多分種類があったような気がします。はい、でラストがこのイヤリングになります。これもすっごく色味が可愛くって、なんか私この前緑のニット着てたんですけど、その時にフリンジの部分とその緑のニットの色味が合っていてすごく可愛いなと思ってこれ買いました。本当に300円に見えないクオリティで結構高級感があるっていうか、そんなような気がします。これも結構大ぶりなタイプのイヤリングになってます。これも空張りが結構ありました。
はい、今回はこんな感じです。私今回6点購入したんですけど、それでも1900円とか2000円いかない感じでした。いやもう本当にどれも324円で買えるクオリティではなくって、本当にすっごくおすすめです。このラティスっていうお店は結構なんかこういうストーン系、さっきご紹介したこういうのとかが結構置いてあるなっていうイメージでした。シルバーよりも断然ゴールド系のイヤリングの方が多かったです。でもちろんピアスもあったりして、ピアスも300円だったし、あとリングとかネックレスとか、あとなんかヘアアクセとか、あとマフラーとかバッグとかもちょこちょこ置いていました。で結構ラティスっていう店知ってる子も多いみたいで、いろんな地域にあるみたいなので、ぜひぜひ皆さん自分の近くのお店検索してみて行ってみてください。本当におすすめです。特にこういうなんか大ぶりなピアスが好きっていう方は絶対好みのイヤリング見つかると思うので、ぜひぜひ行ってみてください。はい、今回はこんな感じで私が最近見つけたおすすめのアクセサリー屋さんをご紹介しました。少しでも参考になったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。